みなとみらいを出発いたしまして、最終目的地は山下公園まで戻ってくる首都高の一周旅行の旅となっております。で、今いるところがですね、もうちょうどみなとみらいの首都高の入り口なんですよ。で、そのもう少しすると信号が変わるはずなんですけど、なかなか変わりませんね。で、神奈川県の横浜市とかってなんか信号待ちが結構長いっていう感じがするので、まあいつになったら切り替わるのかななんてずっと待っていた今日この頃でございます。で、時刻の方が深夜0時を回っている状況でございまして、深夜の首都高ドライブという形になりますので、どうぞよろしくお願いいたします。さあ乗ってきましたよ。これがみなとみらいの入り口でございますよ。で、私が入ったところが東京方面に行く入り口なんですよ。で、信号の手前にですね、ベイブリッジ方面に向かう入り口もありまして、これ別々になっているんですよね。よって目的地に行きたい場合はですね、ちょっとここは気をつけなきゃいけないなっていう点でもございました。さあみなとみらいのゲートをくぐりまして、いよいよ首都高の合流となっていきます。で、首都高っていうのは結構合流のこのセーフティーゾーンみたいのが結構狭いんですよね。短いって言った方がいいのかな。だから勢いで行った方がいいのかなとは思っておりますよ。さあ首都高に乗っていきましたということで、まあ、右手の方はですね、ランドマークタワーとかが日中には綺麗に見えるのかなってイメージでございまして、で、対して左側が横浜駅近辺なんですよ。これも夜は全く真っ暗で見えないんですけども、ただね、それでもちょっと怪しい雰囲気を出しているので、なかなか綺麗なんじゃないかなと思っております。で、そして今回のドライブはですね、もう追い越し車線は一切走らずに、もうずっとほぼほぼ制限速度で走っていこうかなと思っております。で、前に遅い車がいたとしても抜かさずに、ほとんど左車線で走っていこうかなと思ってるんですよ。よってですね、左車線をずっと走っていて、果たして一周できるかみたいな、そういう検証もしたいと思っているんですけども、いきなりですね、なんか右に寄れなんて矢印が出てきましたよね。これね、ちょっとフェイクっぽいような気がするんですよ。これ1車線に切り替わるのかなと思ったら全然切り替わらなかったんですよね。おそらく合流するところがあるから、まあ気をつけた方がいいよみたいな、そういう警告なのかななんて思ったりとかもいたします。で、ここのジャンクションが実は近郊ジャンクションと申しまして、で、対して進行方向左の方にずれていきますと第三京浜道路っていう道路にもね、向かっていたりとかもするんですよ。ただ私たちはずっと今東京方面の方に向かっておりまして、で、ここが1号横羽線という道路になるんですよね。で、今目指しているところが東京タワーという形になりまして、計7カ所首都高から観光スポットも見てみたいと思っております。で、第一スポットは先ほど申した東京タワー、そしてその次がどこだっけな、あ、なんかいきなりドアスしちゃったな、東京タワー、皇居、スカイツリー、レインボーブリッジ、羽田空港、大黒パーキング、ベイブリッジ、計7カ所、果たして首都高を降りずに全部巡れるのか、これも皆さん最後まで見守ってやってください。行きましょうみたいな感じでね。じゃあね、なんかこんな変なアナウンスで申し訳ないんですけども、もう出発してますが行きますよ。後方確認、前方確認、左右全部よーし。ひたすら道に進んできますと、第一のジャンクション、生麦ジャンクションが見えてまいります。で、この生麦ジャンクションはですね、左の方にずっと行きますと東名高速にもつながるところでございます。さらに右の方に行きますと湾岸線に出てベイブリッジに行ったりとか、はてまたレインボーブリッジ方面にも向かえるということで、かなりね、いいところでございますよ。で、これも昔からあったわけではなく、結構最近にできたジャンクションなのかなってイメージなんですが、これご覧ください。めちゃくちゃなんかリアリティがあっていいですよね、こういう橋って。で、目の前走っていると、まあ、橋だけになんかすごいこんな素晴らしいものを人間様は建てるよななんて勝手ながら思ってしまったんですよ。で、さらにこれまた右に寄れみたいな矢印あったじゃないですか。もう今回はね、もう騙されませんよということで、そのままひたすら道なりにまっすぐ行きます。で、ま、生麦ジャンクションを過ぎていくと結構ね、景色が開けてくるんですよ。で、この辺りだったかな、なんか左前方方向にうっすらと東京タワースカイツリーの光が見えたような覚えもあるんですよね。よって生麦ジャンクションを過ぎるとちょっと夜景が若干ではありますが綺麗だなってイメージもありましたよ。おっと、ここでトラックがビャンビャン飛ばしておりますね。そんなに飛ばしてどこに行きたいのかなんて思う今日この頃でございます。かの私は安全運転でずっと左を走っております。
気づいたら横浜市ともお別れして、今は神奈川県の川崎市に入っているんですよ。でさらにジャンクションがありまして、ここが大師ジャンクションというところになっていきます。で大師ジャンクションはですね、近くに川崎大師っていう大きなお寺さんもあるんですよね。よってなんか参拝する方とかももしかしたらこの大師ジャンクションを経由して川崎大師に向かっているのかななんていう、そういうイメージでございますよ。で大師ジャンクションを過ぎていきますと、いよいよ神奈川県ともお別れ、ここがですね多摩川になるんですね。で多摩川という川を渡りますと東京都に入ってくるような感じなんですよ。で左のなんかね結構綺麗な橋があるんですけど、これね何の橋なんだろうななんていつも思っちゃうんですけど、調べてないからねこんなこと言っちゃうんで長尺だななんて思っちゃうんですが、さらにあの左前方方向に東急インっていうホテルかな、あれのいいネオンの明るさも醸し出していてなかなか面白いななんて思ってしまいますよ。さあいよいよもう東京都に入っていきまして、ここどこだろうな、なんかの出口がありますね。ただね私たちはまだまだまっすぐそのまま道なり方面に行きます。でジャンクションがですね、浜崎橋ジャンクションっていうのがこの先ずっと行きますとあるんですけど、そこを左に曲がっていこうと、そういう算段でございますよ。そうするとついに、首都高でも有名な C1 ルートというところに入っていくんですよね。あっとここで残念なお知らせでございます。右に曲がってしまいました。これはですね、あの工事渋滞と申しましょうか、車線規制してるんですよ。多分深夜の首都高工事やってるのかななんていうイメージなんですけども、こういうのはしょうがないですよね。もう左車線がないということで、もう やむを得ず右車線の方に走ってずっと行く今日この頃でございますが、この先もですね結構車線規制してるところがありまして、当初運転してた時はうわーとは思っていたんですが、あこれ見てください、右側なんですけどこれ東京モノレールの線路というかあれがあるんですよね。よって羽田空港の近くまで来たのかななんていう、そういうイメージでございますよ。でさらになんかジャンクション的なものもありますよね。これ何のトンネルだろうな、実際に走ってて全然わかんなかったんですけど、今こうやってなんかナレーションしててもよくわからないトンネルの名前だったんですけども、若干上り坂になっていくのか。あでここで規制が終わりましたので速やかに左車線に入って安全運転の再開でございます。車線規制してる時に後ろから車がビャンビャン来てね煽られるっていうこともたまにあるんですけど、その時って結構焦ったりとかしますよね。全然こっちは悪いことしてないのに、なんかすごいこう後ろめたさというか焦りが出てくるんですよね。そういうのがちょっと首都高で嫌だななんて思うところでもございます。黙れコアッパ、分かっとるわ。ということでですね、今東京モノレールの線路が右手に見えております。いやこの辺開けてくるとすごく夜景が綺麗だなっていう感じがするんですよ。おそらく左前方方向は品川方面のビル群が建っており、右手前方方向はですねスカイツリーとかがほんのり見えたりとかするんですよ。で時刻の方がもう0時回っておりますから、東京タワーの明かりがもう終わっちゃってるんですよね。よってどっかに東京タワーも見えるんじゃないかななんて思っております。さあここがなんだっけ平和島ジャンクションだか忘れちゃいましたけど、平和島パーキングなんて初めて行くんですけど、どういうところなんでしょうね。ちょっとぐるっと外周してみましょう。そんなに大きくないのかな。橋の上をぐるっと回って、おおこれ右に U ターンするような感じなんだね。で左の方が大型車が止まったりですとか、こんな感じになってんだ。あ面白いね。でごめんなさい、これ出口どこなんだろう。なんか建物もあったりとかして、いやなかなかいいんじゃないかな。おトイレもありますし、うんこしたければそのまんま池をホトトギスみたいな。で本線が、あ本線これこっちなんだね。で上の方に一般車があったりとかする感じなんですね。へーでぐるって回ってきたよ。でここがもう、あーなるほど、これでぐるっと一周するような感じか。ただ出口が狭いんでこれ一気に行った方がいいですね。この辺いいな、芝浦出口ジャンクション前は結構左前方方向がいい景色が見れてるな
っていう感じがしますね。目印がこのスターズっていうのかな、この大きな建物でございますよ。佐川急便もデカデカとそびえ立っておりますね。すごいな、いいよ。あーでうっすらスカイツリーのランプが見えました。今回てっぺんは紫色の LED を灯しておりますよ。すごいね、夜景が綺麗なんですよ。この左カーブをずっと曲がった後、さらに右コーナーが続いてくるんですが、この先ね、なんかビル夜景っていうんですか、あれがちょっと綺麗なんですよ。ここですよ。これ右に曲がりますからね。ぐるっと。ぐわーっつって、おー、レカロもいい感じ。ほら、これ良くないですか？個人的に私好きなんですよね。個人的に私っていうのもあれなんですけど。まあ、工事があるんでね、右の方に行きますけども。なんか綺麗じゃないですか。これタワーマンションなのか、それともオフィスビルなのか、定かではないんですが、おそらく芝浦付近、品川付近だとは思います。すごい綺麗だよね。この工事車両もすごい綺麗だな、ピカピカ光っていて。目印としたら芝浦出口の近くっていう感じなんですね。めちゃくちゃ綺麗だよね。多分ね、ゆりかもめ的なものも走ってたような気がするんだけど、この線路そうかな、今のこの橋上あるじゃないですか、これ電車の線路っぽいんですけど、ひょっとしたらゆりかもめなのかもしれませんね。みなとみらいを出発いたしまして、だいたい 2,30 分ぐらいで浜崎橋の方にやってまいりました。で、この浜崎橋ジャンクションというのを左の方に向かっていって、C1 ルートに乗っていくっていう感じなんですけども、これね、全4車線あるんですが、右側の2車線まっすぐ行くとそのまま銀座方面に行ってしまいますので、できれば一番左もしくはその隣の車線走ってると安定なんですけどもね。ただこのように工事がやっていると結構こうね、怖いんですよね。もういきなり、なんだろう、合流してからさらに右に曲がれよみたいな感じなので、非常になんか大変で怖いなって思っております。で、早速なんですが、もう右手の方に、東京タワー、第一の観光スポット、東京タワーがね、見えてるんですよ。ただ残念ながら、申し訳ございません。もう0時回っちゃってるので、消灯しちゃってるんですよね。で、ちょうど今、右手の大きなビルの後ろに東京タワーがありまして、本来でしたらこの辺からすごく綺麗な東京タワーが見えるんですよね。で、東京タワーといえば高さが333メートルあると言われておりまして、さらに完成したのが昭和33年ということで、非常に偶然かつとっても魅力的なお話だななんて勝手ながら思ってしまいます。で、この後ずっと C1 ルートを皇居方面に向かっていくという感じでございます。で、この先もですね、特に右に曲がらずにそのまんま行けるよっていう感じなんですよね、左方面。あ、で、ごめんなさい、これ東京タワーだ、ごめんなさい、あれ、さっきも東京タワーだと思ったんだけど、あれ、まあまあいいかということで、一旦ですね、光っている時の東京タワーをお見せしますので、どうぞこちら。さあ、ここが一番近い東京タワーでございます。いかがでしょうか。めちゃくちゃ綺麗ですよね。おお、見えてますか、東京タワーですよ。はい、いかがでしたでしょうか。結構ね、綺麗でしょ。で、逆方面から行くと左手に東京タワーは見えるんですが、残念ながらね、そんなに見えないんですよね。一瞬で終わっちゃうので、できれば横浜方面から来て右手に東京タワーを見ながら走っていくとなかなかいいのかなとは思ってしまいますね。東京タワーを過ぎましてから C1 ルートをずっと遡っていくわけなんですが、個人的に一番怖いなと思うのがこのルートでございます。で、この先に銀座を抜けるルートもあるんですけども、なんかね、首都高の中で一番怖いななんて思うところなんですよね。なので、追い越し車線ずっと走っていた時はすぐね、左車線に入ってしまう癖があるんですよね。で、この辺日中になりますと結構交通量も多いイメージがございますから、さらになんか怖さを増してるなっていう感じはするんですが、まあ、深夜はこのように本当に空いているので、スイ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 行けて逆に気持ちいいななんて思ってしまいます。で、この先にですね、渋谷に抜けるジャンクションがあるんですよ。こ
これ何のジャンクションだったっけな、まあ、本当調べろよって思った方はね、ぜひグッドボタンよろしくお願いいたします。確かね、一橋じゃなくて一の橋ジャンクションっていうところだったかな。これ左に行きますと、まあ、東名の3号線っていうところに出てきまして、でそのまま名古屋方面とかにも行くことができるんですよ。なので、まあ、東名に行きたい場合は左手どうぞ行ってくださいみたいな。そしてまたね、この矢印に騙されちゃいましたね。これ多分ね、一車線にね切り替わらないと思いますよ。ほら、これ合流してくるから、まあ右に寄っといた方がいいよっていう優しさなのかもしれませんけども、まあね、余裕がない私にとっては、いやーこれはちょっとはめられたなんてね、ちょっとねイラッとしてしまいました。さあ、どんどん霞ヶ関というところに近づいておりまして、まあこの辺りもね、結構この走ってた時はスイスイ気持ちよかったななんて思っておりますよ。でこのトンネルをくぐりまして、ずっと道なりに行きますと、いよいよ皇居が見えてまいります。一回トンネルが終わるんですけども、この先にですね、ジャンクションがございます。三宅坂ジャンクションというところでございまして、中央道に向かう首都高4号線に向かうルートとなっておりますよ。もし山梨県とか行きたい場合はですね、この4号線を乗っていけば中央道に乗っていけますので、まあ、ぜひ行ってみてくださいっていうのもおかしいですよね。で、もう一つトンネルがありまして、これをくぐった先にいよいよ皇居が見えてまいります。で、今走っている速度なんですけど、実は前の車が結構遅かったんですよね。法定速度が首都高の場合50キロ制限なんですが、おそらくこの時40キロぐらいだったのかななんてイメージがあるんですよ。ただ私過去にもっと遅い速度で走ってたことがございまして、このように全然空いてる道路で、よしじゃあもう追い越ししないぞっていう、なんか一人縛りをやった時に38キロっていうね記録持ってますよ。まあそれより 2,3 キロほど速いんでまだマシかなとは思っているんですが、ここでね少し飛ばしましたね。多分ね前の車も、いやーやばいやばい、後ろからどんどん来るよ、郵便をふぐてくん、ちょっと出そうかなということで、多分ね少し速度を上げたのかななんていうイメージでございますよ。さあ間もなく今上り坂登っているところなんですが、そろそろトンネルを終わるかなっていう感じなんですよ。で終わった先、この右カーブ、この先にですね皇居がいよいよ見えてまいりますよ。さあここでございます。いよいよこちらが旧江戸城でございます。ということで右手がですねすぐ千鳥ヶ淵というところでございまして、結構有名なところでございますよ。でこれ左の方が確か日本武道館とかがあるところで、九段下っていうところなのかな、そういうところでございますね。でこれ夜で見えないんですけども、確かねなんか川とか池の上をバーンって走ってるような感じでございまして、でもう旧江戸城ですから、もう外堀じゃなくて内堀の方をこう首都高が走ってるようなイメージでございますね。でさらにもうすぐ終わっちゃうの でこのあとすぐ首都高の5号線ですかね、ここに抜けるジャンクションがございます。これが竹橋ジャンクション、もしくは一橋ジャンクションと言われているところでございまして、首都高5号線につながる道路でございますよ。で首都高5号線っていうのは池袋ですとか、あと埼玉県の川口市方面に向かうルートとなっておりまして、でこれ前1個間違っちゃうともうね戻ってこれないんですよ確か。なので1回降りて戻ってくるしかございませんので、これね間違えて行っちゃったら、ああもう試合終了だなんて思っちゃってもいいかもしれません。でこの先にですね江戸橋ジャンクション、箱崎ジャンクションという結構ジャンクションがパラ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 あるので、非常に C1 ルートとしては難しいところなのかななんていうイメージもございます。で今走っているところが確か神田橋っていうところなのかな、いわゆる東京駅に近いところなんですよね。よってこの結構オフィスビルが結構立ち並んでいて綺麗なイメージもあるんですよ。でこの右手の方かな、これ右斜め前方方向に東京駅があるみたいな、そういう感じでございますね。でここが神田橋出口というところになりまして、神田橋ジャンクションなんていうのも表記があるんですけども、さあ一体ねジャンクションってここからなんか抜けるところがあるのかななんて勝手ながら思っちゃったんですよね。
というのもなんか抜ける道がなんかないんですよ。分岐点がなかったので、あれ神田橋ジャンクションってなんだろうななんて不思議ながら思ってしまいました。その目印がですね、右手前方方向赤と白のしましまマークの竹千代一律化がございます。これ多分なんかの基地局なんでしょうね。それを 見ると、あこの先に東京駅があるんだなんていう風に連想していただければいいのかなとは思っております。で結構深夜に走りますと、この辺りもオフィスビルの夜景が綺麗で、結構私的には好きなんですよね。見てください、これ結構綺麗じゃないですか。はい、でこの先にですね、江戸橋ジャンクションというものがございまして、この江戸橋ジャンクションは左方面、銀座方面に行きますとさらに C1 ルートが続いていくようなルートでございます。でその先に湾岸線があって、レインボーブリッジとか抜けることができるんですけども、私たちは第3のスポット東京スカイツリーを目指していきたいと思いますので、このままですね、道なり方向まっすぐに向かいたいと思っております。さあこれがですね、江戸橋ジャンクションなのかな、違うかな、いや合ってるね、多分そうですよねすいませんね、本当に情弱だよななんて思っちゃうんですが、でこのままですね、道なりまっすぐ行きます。これ江戸橋ジャンクション過ぎていきましたよ。でこの先に箱崎ジャンクションというものがございまして、でここでですね、右に曲がらなきゃいけないんですよ。これね、左ずっとまっすぐ行っちゃいますと全然違うルートに走ってしまいまして、確かにこの左ルートからでもスカイツリーは行けるんですけども、ちょっとね個人的に見栄えはいいとは思うんですけど、ルート的にちょっとどうかなと思っちゃったので、あえてここで右に曲がって湾岸線9号線の方に向かっていきたいと思います。まあ、この辺りもなかなかね面白いルートでございまして、今一番右走ってるじゃないですか。でさらにあの一番左の車線もこれ9号線に抜けるルートなんですよ。よって両端が9号線に抜けるルートで、真ん中がそのまんま6号線を突き抜けていくっていう、こういうジャンクションなんですよ。これ結構面白いですよね。だから運転してる時に、あなんか失敗したのは一番左のルート走っていたらなんか楽しいのかななんて思っちゃったりとかもしたんですが、まあ仕方がありませんよね。でこのままあの黄色い車線が終わりましたら、左車線に向かって本線でゆっくりゆっくりと湾岸線の方に向かっていきたいと思っております。まあなんだろうな、東京湾の方に向かっているってイメージでございまして、でここが9号線深川線と言われているところなんですが、まあ、特に取り立てすごい綺麗だなっていう場所は個人的になかったかなって思いますので、一気に飛んじゃいましょう。9号線をひたすら道なりに来ますと、辰巳ジャンクションに差し掛かります。で辰巳ジャンクションといえば辰巳パーキングエリアっていうのが非常に有名なんですよね。ただ残念ながら9号線から来ると辰巳ジャンクションじゃなくて辰巳パーキングエリア、そして辰巳第2パーキングエリアとあるものもあるんですが、これね行けないんですよね。どっか入り口があったらいいななんて私も思っていたんですけど、残念ながら右手の方が辰巳の第2パーキングということになっているんですが、入ることができないんですよ。これ多分湾岸線から来ないと入れないのかななんて思ったりとかもします。で辰巳パーキングエリア第一の方なんですけど、有名な辰巳ジャンプなんていうものもありますからね、これ一回見てみたいなとは思うんですよね。あれなんでこういう風に立てちゃったのかなって、かなり車もジャンプしてるみたいなので、今度一回見に行こうかなとも思っているんですよね。さあここが合流地点湾岸線でございます。この湾岸線は非常に広い道路となっておりまして、片側4車線ぐらいあるんでしょうかね。で本線が 1,2,3 車線ありまして、で一番左の車線がですね、このまんま葛西ジャンクションというところに抜けるところでございます。で葛西ジャンクションは首都高6号線ということになりますので、特に車線変更せずにこのまままっすぐ行くことができるんですよ。で右手の方がこれ JR 京葉線ですかね、東京ディズニーランドまでさらに先まで行くのかな、電車が通っておりますね。さあこれね、あの右に湾岸線に行けよなんて言ってるんですけど、これねそのまま無視してまっすぐ行っちゃって大丈夫でございますよ。いよいよ見えてまいりました葛西ジャンクションでございます。ここからですね一気に幅が広がりまして、2車線道路みたいな感じになるんですよね。
このままずっとまっすぐ道なりに行きますと、ここで葛西ジャンクションにぶち当たります。で、右で前方方向観覧車がねあるんですよ。これなんだっけな、葛西臨海公園の近くだったかななんていう、そういうイメージでございますが、いかがでしょうかね。で、このね左カーブぐるって曲がっていくと、確かここで、ね、この川何川だったっけな、荒川だったかな、その川沿いをずっとね北上していくような、そういうイメージでございますよ。このね首都高6号線もなかなかね面白いんですよ。左前方方向にはスカイツリーが見えておりまして、なかなか夜でも綺麗な夜景とか、あとねオフィスの夜景がね非常に綺麗なんですよね、左側なんですが。これね日中日が出てる時間帯でも走ったらとっても気持ちいいのかななんて勝手ながら思ってしまいました。で、さっきの葛西ジャンクションの左カーブ曲がってたんですけど、やっぱりレカロシート最高でございますよ。しっかりホールドしてくれてるので、今までの純正シートと比べたらですね、あれもっと速度を出しても大丈夫なんじゃないのっていう錯覚も起こしてしまうので、なかなかね面白いななんて思ってしまった今日この頃でございます。さあ、しばらくですねうねうねとした道が続くんですけども、それによって東京スカイツリーが真正面に見えたり、はてまた左前方方向真左に見えたりとか、非常に面白いスカイツリーの見方ができますので、これがねやっぱ面白いからこそ、あえて湾岸線から来て葛西ジャンクションを抜けて6号線に来たっていう感じなんですよね。ほら面白いでしょ、さっきまで正面にスカイツリーがいたんですけど、もう左前方方向に移りましたよね。この下がなんかね4号線日光街道とか、いろんな街道も走ってるみたいで、なかなかね面白いななんて思ってしまう今日この頃でございますね。で、この先ずっと行きますと、小菅ジャンクション、そして堀切ジャンクションっていうのかな、ジャンクションが2つあります。で、私たちは今度堀切ジャンクションというところを左の方に曲がっていきたいと思います。はい、でこちらが堀切ジャンクションというところになりまして、左の方に向かっていきます。で、この先になんですけど、何あれ、なんか赤い発煙筒みたいのあるじゃないですか。これなんでこんなところに立ってるんでしょうね。え、なんかなんだこれ、事故も何もないのになんで1個だけ、あ、2つ置いてあるよ。なんでしょうねこれね、びっくりしましたよ本当に。で、この後左の方にガーって向かっていきますと、また合流していくわけなんですが、首都高の合流っていうのがちょっと怖いところもあるんですよね。というのも、あの短いんですよね、この合流のセーフティーゾーンみたいのが。だから一気にもうね曲がっていった方がいいのかなとは思っておりますよ。さあ、ここからですね首都高6号線向島線というところになりまして、左手の方にもスカイツリーは見えているんですけども、この先左カーブになるんですが、この曲がった先にですねもっと綺麗なスカイツリーが見えてくるはずなんですよ。ぐーっと曲がっていきます。で、この辺りもレカロシートのかなりホールド感を味わっている今日この頃なので、結構運転している時はニヤ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 としておりましたよ。向島出口を過ぎますと、ご覧ください、左前方方向綺麗な綺麗なスカイツリーが見えているじゃありませんか。怪しげに紫色のライトも光っておりますけども、これですね私思ったんですけども、あのスカイツリーのなんか今ピカピカ光ってるところあるじゃないですか、この下の方なんですが、これねなんかすごい綺麗なんですよね。天の川チックでなんか星をイメージしてるのかななんて勝手ながら思ってしまったんですけども、非常に綺麗だなーなんてね見とれてしまいましたよ。ただやっぱり運転してるものですから、そんな見とれてばっかりじゃね事故ってしまうので危ない危ないっていう感じなんですが、いや、もしあの助手席に乗ってる方ですとか、まあ助手席に座っていたらですね、この結構綺麗なスカイツリーっていうのはかなりおすすめだと思いますので、ぜひぜひ走ってみてはいかがでしょうか。さらに12時とか過ぎてなければ、右手前方方向におそらく東京タワーの光も見えるのかななんていう、そういうイメージでございますよ。で、さらに真正面に小さなねビルがあるんですよね、このオフィスビルみたいのが。これがかの有名なうんこビルっていう感じなんですよね。この左カーブを曲がった先に、左手にねうっすらとですけども、うんこビルがあるんですよ。ここね朝日のうんこビルでございますよ。こちらでございます。
これ本当にうっすら今見えたんですけども、これがうんこビルでございます。私がね一番おすすめしたいスポットでございますね。さあ第3の観光スポット、東京スカイツリーも過ぎ去りまして、いよいよですねちょっと休憩したいなと思ってるんですよ。ここまで所要時間がだいたい1時間ぐらいかかっているので、そろそろ一旦休憩しましょうということで、ちょうどいいところに駒形サービスエリアというかパーキングエリアがあるので、ここで一旦休憩したいと思います。さあ入っていきますよ。でここの駒形パーキングエリアは非常にね狭いんですよね。で駐車スペースもご覧のように全然ないじゃないですか。ああ大丈夫かななんて思いながらね、まっすぐ行きますと、あまたスペースがあったぞ、あここは空いてる、ラッキーということで、ちょうどね1台空いていたんですよ。これはラッキーだなと思いました。ここで埋まってたらもうそのまま通過するしかありませんので、あーあとは思っちゃったんですけども、非常にラッキーだなと思いましたよ。はい、ということでですね、ここが駒形パーキングエリアになっているんですけども、ご覧ください、これ結構怖いんですよ。もうここが本線でございまして、普通にこんな風に撮ることができるんですよね。ビビューンって言ってこっち側の方に向かっていくような感じでございまして、で向こうが両国ジャンクションですとか、また皇居の方をぐるって回っていくんですよ。うわーすごいなー、これは速い、すごいですね、まあ、圧巻でございますよ。怪しげに光ってる、ここから見るともう本当黒なんだよな、オーシャンブルーなんですけどね。で駒形バンジャンクションが駒形パーキングエリアの詳細についてはですね、そんなに大きなパーキングエリアじゃなくて、ポツンとトイレがあって、でこのように自動販売機もあるところなんです。でさらに向こう側に駐車場はあるにはあるんですけども、車が2台スペース、さらにこっち側にもねあるんですよ。パーキング入って手前にすぐ 4,5 台ぐらいあるのかな、ちょっと数えてみますね。3,4,5、いやまあ約6台くらい止められるということで、まあ10台入ればいいのかななんて思っちゃう、小さなパーキングエリアでございます。さらにトイレの方もかなり綺麗でございまして、でこの時期冬には優しいですね、水がお湯が出るんですよ、最高でございますよ。いやなんでね、こっちにも喫煙所的なものもありますし、あと何かあった際にこっから避難できるんですね、なかなかよろしゅうございますよ。さあ行きますよ。黙れコアッパー、わっとるわということで、はい、はい、後方確認、前方確認、左右全部よーしあーコーヒー飲もう。さあ一気に、この先両国ジャンクションというところになるんですが、車線が1車線に変わっちゃうんですよ。よってですね、ずっと左車線に走っている方が安定いたします。まあ、昼間は結構渋滞するの で右車線が若干空いてるから、結構皆さんビャンビャン右車線を走っていっちゃうんですけど、この先合流になって詰まっちゃうっていうのがあるんですよね。はい、ということで1車線になりまして、これから S 字カーブとなります。さらにですね、この下に隅田川という川も流れておりまして、結構昼間だと景色もいいんですよ。でさらにこのカーブが結構急勾配なんですよ。なので今回は車がいたからいいんですけども、車がいない時ってどうしてもね飛ばしちゃうんですよね、攻めちゃうんですよね。まあ気をつけた方がいいかななんて勝手ながら思っております。でさらに合流が来るんですけども、これ特にですね右に車線変更する必要もございませんので、そのまままっすぐ道なり方向に行きます。そうしますとジャンクションが2つほど見えてくるんですよね。で手前にですね箱崎ジャンクションたるものがございまして、箱崎ジャンクションはそのままスルーいたします。箱崎ジャンクションを通り過ぎてしばらくするとこのように3車線道路となるんですが、あえてここで一番左の車線を走ります。
というのもこの先に江戸橋ジャンクションというジャンクションがございまして、 C1 ルートという有名なルートになるんですよね。これを横浜方面、いわゆる左方面の側道の方に乗っていくような形になります。ここがですね、 C1 ルートといえば結構走り屋さんの中では有名なルートとなっておりまして、まあ昔今もそうなのかな、週末になるとうるさい車と申しましょうか、速い車が結構ビュンビュン通りがかるような結構怖いお道でございますね。ただこの時期幸いなことにその速い車がいなくてよかったんですけども、まあ、このようにトラックがゆっくりゆっくり走っておりまして、まあ、私もこれは安全運転で曲がった方がいいなぁなんて思ってしまいました。というのもね、結構急な左カーブなんですよね。さあここから合流していきますよ。ここから C1 ルートとなっていきます。さあしかしですね、 C1 ルート結構グネグネしてて怖いお道でございますから、何か避けて通れないかなって思っていたんですけども、おやおや、なんか3車線になっていて、一番右が何やら新橋とか書いてあるのかな。これね、結構皆さんというか私もスルーしてたんですけども、実は面白い道路があるんですよ。ちょっと行ってみましょうかね。これね、一番右ルートに向かっていくんですよ。そうすると道路になんか新橋東銀座なんて書いてあるではございませんか。で、ここのジャンクションが京橋ジャンクションと呼ばれているところでございまして、これね見てください、誰もいないんですよ。そう、ここがですね、東京高速道路と言われているところでございます。これね、私もね初めて行くんですよね。さらにほとんど車がいない状態でございますから、何気にレアな道路なんじゃないかなとは思いますよ。しかしですね、かの昔はここに料金所がありまして、おそらくお金課金されてたんじゃないかなとは思うんですよ。現金券お取りくださいって現金券書いてないよ。お、大丈夫なのかな。さあここから東京高速道路となっておりまして、銀座から有楽町、さらに新橋の方まで行けるルートとなっているんですよね。ただですね、これちょっと怖いのが、一旦高速道路首都高から降りるような形になってしまいまして、で表示がね、なんかいくらですって課金の表示が出たんですよ。いやー、表示というか音声なんですけども、マジでと思っちゃったんですが、ご安心くださいませ。この東京高速道路はですね、10分以内に通過する、もしくは1回降りて10分以内にまた戻って通過することによって、この1100何歩がね戻ってくるんですよ。よって10分以内、これを覚えておいてくださいませ。初めて通るんで、すごい未知との遭遇っていう感じがするな。これが東京高速道路でございますよ。首都高の他に東京にはこういった東京高速道路たるものもあります。うおー、もう右手 JR 走ってますよ、まあ、線路だけですけど。おお、これはこれで2車線で羽田となんちゃらって書いてあるから、これ左にいてもいいのかな。大丈夫そうな気もいたしますよ。ここが昔あった汐留料金所跡地みたいな感じですかね、まあ、こっち側なんですけど、反対車線は料金所がありますね。でもまた料金所400メートルってあるけど、おっと、ここで ETC が、で首都高が始まるよっていうスタンスなのかな。まさかと思うけど、1120円プラスしてお金取られちゃうのかな。だとしたら非常に嫌だななんて思いますけど。さあ、そしてまた合流していきまして、これ左車線ずっと走ってればいいかな。東京高速道路を出まして、どうやら一番左車線で大丈夫そうでございますよ。
この先にですね、浜崎橋ジャンクションというものがございまして、このまま左車線ずっと道なりに行きます。すると左前方方向になんと東京レインボーブリッジが見えてくるんですね。そうです、第4のスポット東京レインボーブリッジは目と鼻の先でございます。そしてこの合流がですね、片側4車線の大きな道路となっておりますが、私たちは一番左側の車線、さらにその1個右側の車線、B って書いてあるから湾岸線の方に向かっていくような形ですね。でこのまま道なりに行きますと、左カーブがずっと続いておりまして、 S 字で右カーブになっていきます。でさらにストレート道が若干続くんですけども、この左コーナーを曲がっていきますと第4のスポット東京レインボーブリッジでございますよ。かのドラマそして映画でも有名になりましたよね。レインボーブリッジ封鎖できません、地球に生まれてよかったっていう人がね、封鎖できなかったところでございますが、で東京レインボーブリッジの夜の夜景もとっても綺麗でございまして、でさらにですね、一番綺麗なところがぐーっと登っていって頂上から下っていくシーンなんですよ。ちょうど今映しているところ、さらに左側を見ますと、これね見てください、東京スカイツリーもちょっとちっちゃくね見えるんですよね。あの紫色のなんか変な UFO みたいな光ってるものあるじゃないですか、あれがスカイツリーなんですよ。よって助手席に乗っている方はですね、左の方を見ながらこうずっと見渡すととっても綺麗な夜景が見えるんじゃないかなと思っております。さあここからですね、今度は湾岸線の方にまたぐーって入っていくわけなんですが、この先に有明ジャンクションたるものがございますよ。ここからですね、右車線に入っていかなきゃいけないんですよ。なぜかと言いますと、有明ジャンクションはいわゆる T 字路みたいな形になっていて、我々横浜方面に行きたいので、どうしても右車線にずれなきゃいけないんですよね。でここだけはちょっと右車線の方にずれていきまして、このように有明ジャンクション右の方に入っていきます。さらにこの後右の急カーブが続きますよ。でその後合流になっていくんですが、あえてここで右車線に寄っておいてください。なぜかと言いますと、左車線が潰れて合流になってしまいますので、このようにね、結構左から来ると結構辛いかなっていう感じがするんですよ。でさらに右手の方にお台場フジテレビが見えてまいりました。ここから長い長い湾岸線でございます。はい、トンネルを過ぎた後、ここ大井ジャンクションが見えてくるんですけども、これもね結構入り組んでるんですが、そのままもうずっとまっすぐ道なりの方に行きます。そうしますと左の方ご覧ください、こちら品川車庫、新幹線の車庫が見えてくるんですよね。これ新幹線がねいっぱい止めててかっこいいなーなんて思っちゃいますよ。ちなみに東海道山陽新幹線でございますよ。 N700系が止まってるっていう感じですね。パーキングエリアは何でしょうね、なんか細長いイメージがありまして、その中に一般車の止める駐車場とかがあるんじゃないかなと思います。簡単に言ったらサーキット場のなんかピットインみたいな感じですよね。でこの左手の方に小型車両がずらずらっと止めることができそうで、20台以上多分止められるんじゃないかな。施設的にはトイレがあって、で室内に、あーなんか自動販売機たるものもあったりとかするんですね。おっと、お警察がいらっしゃいますが、ちょっとお警察邪魔なんですけど、めっちゃ邪魔なんだよな、止めないでくれよ本当に。なんかお警察がここは大型車両ですよなんつってね、怒ってましたね。一般車が大型車両のところに止めてたんですけど、いやすっごいあの警察邪魔だったな。あれ思いっきり本線の道塞いでますから、あれひどいなと思いますよ。お警察に目がくれて大井パーキングに止めることができませんでした。まあこのままですね、羽田空港の方に目指していきたいと思います。もうずっとこの湾岸線道なり方向でございますよ。
睡魔と格闘しながら進むと、ここの空港北トンネルという海底トンネルをくぐっていきます。実はですね、この上も羽田空港のターミナルというか滑走路になるんですよね。まあ、地図で見るとうわーって思うんですけども、もうすぐですよ、このトンネルを抜けますといよいよ羽田空港が見えてくるという形になります。このトンネルもね、結構普通に走ってるとちょっと長ったらいなーっていう感じはするんですよね。そうするとね、さらに眠くなりますよ。はい、皆様、ここがですね、第5のスポット羽田空港でございますよ。羽田空港と聞けばめちゃくちゃ有名な空港でもございますよね。もう東京の玄関口といっても過言ではない大空港でございますよ。そしてね、それよりも一番目立ったのが、この目の前のオレンジ色の街灯を見てください。これがですね、間近に見るとすごいなんか癒されるなっていう感じがして、気持ちがね、めちゃめちゃ現れましたよ。私の汚い心もこのオレンジ色の街灯でとても現れたななんていう、勝手ながらそういう風に思いました。そして右手見てください、管制塔たるものがあるんですが、夜だとめちゃめちゃ怪しくないですか。なんか今にも動きそうでちょっと怖いですよね。そして左手の方をご覧いただきますと、おそらく第2ターミナル、全日空のターミナルとなりまして、右手が JAL の第1ターミナルという感じになるんですよね。青と赤で分かれているような感じでございます。さらに昼間見ますと、この赤色のアーチ型もあるんですけども、これが目立つなという感じがするんですよね。まあ、夜はひっそりと映っているような感じでございましょうか。まあ、そうこうしているうちにもう羽田空港も終わりかななんていう感じがいたしますが、まあ、結構ここの道路走っているだけでもめちゃくちゃいいなとは思いますよ。でさらに1回出まして、なんか羽田周回ドライブみたいな形でもできますので、非常にね、夜深夜帯にゆっくりドライブするにはもってこい なのかもしれませんね。まあ、もし彼女連れですとかご家族連れの方がいらっしゃいましたら、まあ、彼女彼氏でもいいんですけども、ちょっと羽田空港に行きましょうよ、いいわねなんて言ってね、もうちょっとしたゆら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 ドライブして、ここが全日空なんだぜみたいな、で JAL なんだぜみたいなね、ちょっと案内しちゃうと、もっとねモテるかもしれないですね。好感度が上がるかもしれませんよ。ということで、何を言ってるかよく分かりませんけども、まあ、そうこうしてるうちにですね、この羽田空港ともそろそろお別れみたいな感じになっていくんですが、ここの先いよいよですね、多摩川をくぐるような感じで海底トンネルが見えてくるんですよ。これ今信号が青3つあるじゃありませんか。これ赤になったこと一回も見たことないんですが、赤になったことあんのかな。さあ、ここがですね、多摩川のトンネル、海底トンネルということになります。でこの先ずっと行きますと、左手にですね、川崎福島ジャンクションというものがありまして、皆さん聞いたことはありませんか。東京湾アクアラインっていうね、大きな橋と申しましょうか、トンネルと申しましょうか、東京湾アクアラインとつながる道が出てくるんですよね。これ左手になるんですが、で東京湾アクアラインは残念ながら行きませんけども、まあ、千葉方面とかに行きたい場合はですね、この東京湾アクアラインを乗って木更津方面に行くのが一番、まあ、セオリーというかベターなのかなという感じもいたしますね。でかの昔、東京湾アクアラインができる前はですね、縦断することができなかったんですよね。よって横浜からどうやって行ったかと申しますと、もうずっとですね、先ほど通ってきた道を湾岸線ずっと登っていきまして、で千葉の市川市とかぐるーって周回してきて、また下って木更津に行くみたいな、そのような感覚だったんですけども、ただ当時ね、画期的だったんですよね。東京湾アクアラインができた頃は、うお、もうすぐ縦断して木更津に行けるじゃありませんかなんて思っていたんですが、初乗りのね、料金めちゃくちゃ高かったんですよ。いくらだと思います？ 4,000 ですよ、片道。ビビりましたね、あれ見た時は。なので案の定ですね、そんなに車が走ってなかったっていう記憶はございますね。まあ、それからいろいろ料金改定がございまして、今は片道900円ぐらいで行けるので、非常にリーズナブル行きやすくなったのかななんて思っておりますよ。まあ、それに伴い海ほたるたるものもございまして、この海ほたるがね、めちゃめちゃ絶景スポットでもございますから、土日になるとめちゃめちゃ混むんですよね。多分いつだっけな、1年ぐらい前行ったんですけども、その時もですね、ゴールデンウィークだったっていうのもあるんですが、もう朝の4時からもう満車でしたよ。あれはびっくりしましたね。まあ、そうこうしてるうちに浮島ジャンクションを過ぎまして、この後ずっとまっすぐ道なりの方向に行きまして、横浜翼橋、そして大黒ふ頭、横浜ベイブリッジと続いていきますよ。
翼橋を過ぎましたらすぐですね側道の方に入っていかなきゃいけないんですよ。これがですね第6のスポット大黒パーキングに行くルートとなっております。でぐーっと左カーブの方を緩やかに向かっていきまして、でその後ですね右カーブになるんですが、ここでね一つ合流があります。でここで強引にでもいいから右に行かなきゃいけないんですよね。なぜかと言いますと、左車線このまま真っ直ぐ行っちゃうと東名高速に行ってしまいますので、右の方にずれていってまたぐわーってランプの方を下っていくようなイメージなんですよね。でさらにもう一つ最後に分岐点がございますので、さらに右車線の方にずれて大黒パーキングの方に入っていくような感じでございますよ。これね慣れてないともしかしたら真っ直ぐ行っちゃったりとかしてね、うわふざけんなよフグト君行っちゃったよなんて思うかもしれませんね。さあ大黒パーキングエリアなんですが、この時行った時はそんなに車の量が多くなかったんですよね。もうすごい時にはもう目の前からバン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 音がしたりですとか、あと右手の駐車場ね今これパラパラといるような感じでございますが、もうひどい時はめちゃめちゃ満杯埋まっておりますからね、深夜でも埋まっておりますよ。さあ左手はローソンになります。まあこのままもういいかなということでもう出発してしまったんですけども、ここからですねまたいろいろと合流になっていきますので、ここでもちょっと気をつけなきゃいけない点が2つほどあるんですよね。まずここの通りなんですけども、左の方に行きまして、その後すぐまたすぐ分岐があるんですよ。でこの分岐も左方面に行きますので、左車線ずっと走ってるといいですよ。で道路のあの横浜公園とか矢印もございますので、そのままぐるーっと左カーブをずっと突き進んでいきますよ。でこのコーナーがね結構いいコーナーしておりますよ。さあここから合流になっておき、合流しますと横浜ベイブリッジ最後のスポット、第7のスポット横浜ベイブリッジでございますよ。左の方が千葉方面、右の方が港未来地区となっており、右前方方向にちらっとランドマークタワーが見えたんですよね。で夜になりますともうなんだろうね、街明かりというか赤いライトがピカ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 光るような感じで、あ結構夜景って綺麗だななんて思う今日この頃でございます。しかし深夜になりますと結構暗くなってしまいますので、まあ、そこまで綺麗かと言われたらそうではないんですよね。さあ横浜ベイブリッジも終わりまして、橋を渡ったらすぐですねジャンクションがございます。でこれまっすぐ行っちゃうと金沢八景とかシーパラに行っちゃいますので、左の方にずれていって山下公園、さらに港未来の出口に向かっていくような形でございます。でもういよいよですねすぐ山下公園という出口がございますので、ここで降りることにいたします。さあ気になる料金の方はいかがでしょうか。まもなくですねこれを過ぎますと料金案内されますよ。なるほどね、東京高速道路一旦出たという算段にはなっているんですが、再度乗り継ぎができまして ETC の割引が効きまして1120円かかるところでございました。しかしですね乗ったところが港未来の入り口になりまして、で出たのが隣の山下公園という扱いになりましたので、マイナス880円払い戻しになったそうなんですよね。よって合計でぐるっと一周してきまして、かかった高速料金は240円ということになりました。ああこれはちょっとラッキーだななんて思ってしまいましたよ。素晴らしい、よかった。そして総走行距離こちらでございます。 142.9 キロ走ったということになっておりまして、現在の時刻が2時16分、まあ、約2時間ぐらいのドライブだったかなとは思います。いかがでしたでしょうか。何かの参考になればいいなと思います。それではご視聴ありがとうございました。